クレイアニメは、クレイアニメーションの略で、ストップモーションアニメーションのうち、被写体を、主に粘土を材料として作成しているものを指す。主に英語圏などでは、クレーメーションと呼ばれる。正確には、粘土ではない素材や粘土に近い素材のものは、人形アニメーションとされる。クレイアニメの例1953年に制作された、アートクローキーのガンビーが、 世界初のクレイアニメと言われる。さらに1974年にウィルビントンとボブ・ガーディナーの短編、クローズド・マンディがアカデミー賞を獲得したことをきっかけに人気が高まった。メディアを再生するカンバシア、アート・クローキー、1955被写体となる粘土による造形物を1コマごと撮影する方法による。1コマ撮影するごとに粘土造形物に手を加え、 数分の1秒間分の動きを加える。その後に、また1コマ撮影するということを繰り返して撮影する。セルアニメや CG アニメと比較して、撮影に手間がかかり、撮り直しも容易ではない。粘土は、長時間の撮影中に型崩れを起こす場合もあり、また造形物の形に変化を加えるため、針金などの補強材を造形物の骨格に用いる、こともある。 しかしながら、その動きの自由さや大きな変形が可能なことなど独自の表現力を持つ、ストップモーションアニメーションも含む、ありがとうございます。